쇼 맛있어 파티에 우라마로니 이런 게고요. 먼저 파티 소개. 먼저 고정. 그리고 브리드라노부터 아시스트 시리오. 그리고 레스토크가 3점 수익대 이북이 되네. 고정 変身すると 4 強コンボ加算がありますごいね。そしてユージ、ユージはめちゃめちゃ強い。そしてイノスケ武器をアシストしてるよ。さくらは変身するとスパイカー延長、それからドロップ3つを作成してくれるよ。しかも2ターンで打てるよ。そしてレイヤー、これは 初めて課金して買ってしまったのはこれがいないことには、ここはなんともならない。そしてサノス、これはスキブがロッコもついている。そしてユビも2つもついているので、なかなかみんな使わないけどいいキャラじゃないかな。そしてヤクザの目をつけてつけているよ。そしてマストはブラックマジシャンのアシストをしているよ。これはレッツ強化とバインド、それから クイーンもついてるよ。そして雲耐性以外はほぼ完璧にカバーするんじゃないかなと思います。指も長いです。12秒です。それでは初めてまだ一度もクリアしてないウラマロに挑戦してみよう。 まずはレギュラーを変身させる。レギュラーから補助を変身させる。これは体力ゼロにならないと、20%にならないと変身できないので、レギュラーを使うんだね。そして、ユージの威嚇が2ターンあるので、その間はさくらが変身するよ。持っていくんだよ。なので、2倍速で。いくよ。さあ、さくらが変身できるよ。 続けばいいのに。突続けばいいのに。突突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 
許可ないと後でひどい目に遭うので使おうね。領域展開地平エンドンか。さあこのモンスターたちも2列組めれば消火力が出るので、あっという間にやってあげる。さあここではルーレットか小暗闇で邪魔してくるけど、このパーティーはほとんど効かないね。ここは普通にやってればいいと思う。領域展開地平エンドンか。裏マローは基本的に最初にコジョルの宿題に使って一撃を与えて、その後とどめを真人が打つという形が一番いいんじゃないかな。そしてここの大画面では最初に10ターンバインドされるので、エリアンのスキルでバインド回復させる。その間に体力を回復させるんだよ。体力を回復させておかないと後で一撃を加えた時に即死ダメージが来るから、絶対に体力を満タンにしておこう。耐えるか耐えるか耐えてほしい。
領域展開地平円論か。さあこのオーガにもとどめを刺せよ。こいつらはギガチェンをしてくるので要注意。でもこのパーティーはみんな強いから誰にギガチェンされても大丈夫。みんな大体同じような感じで注意していれば大丈夫だよ。領域展開地平円論か。全部回復にしてくるんだけど、変換スキルがこのパーティーではないんだよって。ジェーンの戦術に応用されないと促進になるので、ジェーンの戦術スキルだと変換できない。しょうがないと最後に取っておいた逆女の面の激減スキルを使うしかないね。これは変換もついてるから便利だね。でもその後スキルを貯めないとダメなんだね。貯めていくよ。領域展開地平円論か。このパーティーは熱撃をしない限りは5個なら軽減もかかるし、相手にもダメージが少ないので便利だね。スキルダメージの時は5個消しでやっていこうね。さあここはバインドと消せないブロックしてエリアルを待って、戦力を回復させて攻めていこう。領域展開地平円論か。ここも難なくクリア。さあそしてこいつはロックしてくるので、桜スキルもしくは L 字消しでロックは必ず解除しろ。ここは変換ができなくなったら即死するので、ロックを解除しながらスキルダメをして、ここは唯一スキルダメができるとこかなと思うんだね。領域展開地平円論か。領域展開地平円論か。さあこのモンスターは毒性吸収してくるけど、その色を変えなければ大丈夫だし、ここは劣化して倒していこう。さあ劉備はこのパーティーなら普通に攻めていけば倒せる相手だから、できるだけ長期戦にならないようにすぐ倒した方がいいよ。領域展開地平円論か。この奇跡ステージは即死ダメージが来るので、必ず体力を満タンにしておかないと即死してしまう。さあ耐えるか。もう耐えた、なんとか耐えました。領域展開地平円論か。とどめを刺すだけだね。さあこいつは無効貫通をしないとダメなんだけど、欲張ると発狂するので、できるだけ無効貫通のみを消してていかないと、このパーティーだと危険だよ。こいつは 10% 以下になると即死ダメージを切ってくるので、とどめの時以外はちょっとずつ削っていくのがいいと思うよ。ある程度削ったら一気に攻撃をするのがいいと思うね。さあ、列と向こうで、さあ、
호복한 거. 자, ルーレット 4つ 作ってくるんだけど このパーティーは ルーレット 消すスキルが ないから なんとか レス消しと 回復を必ず消していって トリス 消していこう 領域展開 地平エンドンか領域展開地平エンドンか いよいよボス戦になったよ。 ボスは体力が半分以下になった時に即死ダメージを打ってくるから、これもちょっとずつ消していこう。そして必ずロック解除をしないと結婚するので、ロック解除は必ずやろう。 領域展開地平エンドンか ここでは回復と闇ブロックが結婚しない限り負けることはないから、落ち着いて欲張らずゆっくり削っていこうね。ロックしてきたら必ず解除するのを忘れないようにしよう。 領域展開地平エンドンか。基本的にこのダンジョンは一撃で倒せる敵というのはいなくて、超根性みんな持ってるから、まずは古城のスキルで、その後とどめを真人が打つというのがいいんじゃないかな。じゃないとギミック対策としてかならず古城か桜が打てるようにしておくのがポイントだと思うよ。 微妙なところが半分は削れてきたんじゃないかな。さあ、そうすると即死ダメージを打ってくるので、今まで貯めといたヤクザの面の激減スキルを使おう。領域展開地平エンドンか。攻撃で 一気にみんなのスキルを使って一気に倒そう。さあ倒せなかった。それではもう一撃を食らわせよう。 さあ、そろそろとどめを刺せよ。天の杯に溺れなさい。領域展開地平エンドンか。 出てくるので気をつけないとダメだね。でもこいつ
벌써 이미 카이멜와 족시담의 저우 테코나인데 그래서 기어지워스 데스가 가게리요. 와, 개소스테 야미 브로크가 나 갓가리 하이스크 브로크가 나 갓가리니와 지나서나이오니 키우스케테 저토스케스테고 브로크가 이파야를 토끼와 비유를 하메니 요코스테오케는 메이카무신나이네. 領域展開地平円盾化結構楽にクリアできるんじゃないかな。他のパーティーもやってみよう。